アンジェス・ポルタン・クルブ・ドゥ・ルィストは、フランス・アンジェに、本拠地を置く、サッカークラブチーム。スタトレーモン・コッパを、ホームスタジアムとして使用している。FFF と同じ年である1919 19年に、創設。創設以来23シーズンにわたり一部に所属し、最高位は1957から58シーズン、および1966から67シーズンの3位。 1971から72シーズンは4位となり、翌シーズンに UEFA カップの出場権を獲得、現在に至るまで唯一の欧州リーグ出場記録となっている。1993から94シーズンを最後に、長らくリーグアンから遠ざかっていたが、2014から15シーズンにリーグで3位になり21年ぶりにリーグアンへの昇格を果たした。 2018から19シーズンにはリーグアンで13位の結果となった。2020年6月8日、クラブレコードとなる遺跡金800万ユーロでボルドーのポール・ベルナルゾーニを獲得した。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。